こんにちは。今日は、そこまで新潟県強い風が吹いてないのに、ゴラスト決めちゃいました。浅野祐也です。はい。ということで、加藤です。ということでね、こんにちは。はい。本日はね、メ治ジアス J1 リーグのね、第8節、RX に合体、北海道コンサドーレス札幌のね、試合が行われまして、1対1のドロー結果となりました。ということでね、本日も、札幌、新潟のね、 え、試合の感想だったり、まあ、戦術面について気になったことをね、あの、言っていこうかなと思っているので、まあ、皆さんぜひね、コメントだったり、いいね、チャンネル登録お願いします。ということで、行っていきます。はい。まずね、いつも通り、北海道コンサドーレ札幌さんのね、方から行っていこうと思うんだけど、まずね、あのー、 うん。あのゴラッソはしょうがないなって思った。<laughs> まあね、浅野祐也ってやっぱり去年もね、結構大ブレイク、あの、した選手の一人だと思うし、え、今シーズンはね、なんかウィングバックで出たりとかね、あの、いろいろしてて、ウィングバックで出るとあんまり機能しないっていうのは札幌のね、あの、試合見てたり、その X とかでも、あの、言われてたりするから、あの、そうなんだろうなと思って、今日はシャドウで出たね。うん。で、青木が左で、だ、あの、青木が左で近藤が右。 のウィングバックって感じで、えー、浅野が右のシャドウ、左のシャドウが駒井義明。で、ワントップ鈴木武蔵って感じだったね。うん。で、まあ、鈴木武蔵はね、RBX 新潟に、えー、プロデビューを、はい、果たしたクラブであって、まぁ、あ、所あの、フルス対戦となった中で、まあ、途中でね、あ筋肉系のトラブルかな。ちょっと怪我して、まあ、残念だったんだけど、一回ぐらいチャンスあったかな。バーからの、 あの、ロングボールで。ババはね、すごくロングボールうまいなと思って。あの、まあ、岡村もまあまあ、岡村第八もね、まあ、空中戦はすごく強い選手なんだけど、あの、ロングボールも、あの、結構嫌なボール蹴ってくるなと思ったし、うん。でも本当、さっきも言ったんだけど、ババから鈴木武蔵っていう形が、あの、正直、新潟サポ的には怖かったね。だから、鈴木武蔵いなくなって、大森になって、まあ、またね、別大森が出てきて、大森の違う良さがね、出てきて、 ババカのロングボールで、ね、あの、抜けられるっていうのはなくなったんだけど、うん。あの、そこはちょっと嫌だったかな、個人的に見てて。うん。で、あと、札幌で嫌だなって思った選手は、ま、青木だね。うん。青木は本当前半、あの、突破すごかったし、ま、後半もね、あの、すごかったね。でも、後半後半というか、やっぱ、ウィングバックが本職の選手はないから、青木ってもともと多分、シャドウとかトップ下とかさ、やっぱそういう、あのタイプの、 あの、真ん中の、ちょっと前線気味の選手、えー、っていうイメージが、あのー、名古屋時代からあるから、ウィングバックで出て、あのー、やっぱ守備のとことかビルドアップの面では結構苦戦したかなっていう、うん。姿の、あのー、 ビル、後ろの繋ぎっていうのは正直あんま合ってなかったなっていう印象なんだけど、突破力とかはね、結構すごかったし、あの、クロスもね、あの、いいボール開けるんだよね。左足でも右足でも、うん。それがすごく、えー、青木は嫌だったかな、うん。で、あと、途中からできた大森、さっきも言ったんだけど、大森慎吾うん、ちょっと体重がね、ちょっともったいない体重だったよね。どっちも、ね、なんか、不、不本意なファールというか、まあ、全力でね、ボールを取りに行った結果、 じゃ、結果なんだけど、ま、あそれでもね、なんか結構、なんだろうね。そういうファールの多い選手っていうのは、あの、今日 X で見たら言われてて、あ、そうなんだなぁと思って。うん。まあ、大森もね、途中出場で出てきて、5分後ぐらいにね、1本チャンスあったよね。そう、青木からの、えー、左足のクロスかな。うん。で、結構、ね、決定的なシュートだったんだけど、ま、あそれは小島がビッグセーブしたんだけどね。うん。 で、あとやっぱり、そうだね、宮沢のスーパーブロックっていうのも、うん、松田英太郎のシュートかな、うん。あれも宮沢すごい魂こもってたなって思ったし、うんまあ、でもただ一つね、あのー、田中克幸っていうね、今日あの、多分、に、ビッグスワンで試合見に行った人は、北海道コンサドーレ札幌の選手紹介の時にね、田中克幸っていう選手の時に、なんでアルビサポーターが拍手したのか、わからなかった、あのー、アルビサポーターもいると思うんだけど、そう、帝京長岡高校出身で、 で、そこから明治大学で、今期からあの北海道コンサドーリー札幌で、えー、プロとして、えー、活躍してる選手で。であのね ま、新潟で3年間一応過ごした選手だから、もう拍手したと思うんだけど、うん。正、ま、直、あ、見たかったね。うん。大森退場してなかったら、もしかしたら中村斗也じゃなくて、えー、田中克之出てた可能性もあったから、うん。田中克之もね、結構面白い左足持ってるし、うん。やっぱプレスキックとかなると、すごく、すげえ嫌なボール蹴るんだよね、うん。だから田中克之ちょっと見たかったなっていう気持ちもある新潟サポです、僕はね。うん。で、そんな中でね、札幌はすごく、なんだろうね。 あの前半のね、20分ぐらいまでは結構押され気味だったんだけど、そっからすごくいい流れで、大盛りに変わってからだよね、主に良かったのは。そっからは、札幌は結構ウィングバックと、あの、シャドウの関係性だったりね、ボールのまあ取りどころとか、カウンターとかも鋭かったし、うん よかったかな。まあ、体重はちょっと、うん、もったいないなとは思ったけど、僕ら的にはね、ラッキーだったけど、もったいないなと思った。うん。まあ、でも札幌ね、正直、ま、最下位にいるチームではないなっていう感じは、僕的にはしたから、うん。なんだろうね。ま、あ結構、ね、これ2、2試合一応負けなしだから、こっから浮上していくんじゃないかなって思うね。うん。ということで、次ね、新潟の話をしていくんだけど、いやー、ちょっとね、 10人相手でドローということで。うん、ちょっと。で、5試合勝ちなし。ホーム。うん。いやー、勝てたかなっていう。うん、勝たなきゃいけない試合だったよね。うん。まあ、そもそも先制点を取られた。まあ、あのゴラスは、正直、小島はね、ノーチャンスだし。まあ、こぼれ球ね、あんなね、あの、振り抜かれたら。ま、あ浅野だったら、それは決めるよねっていう。うん。浅、ま、野、あ、結構決定力ある選手だからね。うん。で、しかもね、今日ね、新潟のスタメンなんだけど、僕のね、 あの、前回の動画かな。うん。これから新潟どういう、どうしていくべきかっていう動画で、あの、僕の見たい2列目の選手。右キ・英太郎トップしたハ川ガーもと、左込み。うん。今日はね、その3人が揃ってスタメンだったんだよ。うん。ワンチャン松林力図を俺の動画見てるよね。うん。いや、コーズ TV ですらさ、あの、<laughs> コーズ TV ですらとか言って、コーズ TV の5分の1ぐらいのチャンネル登録者しかいないんだけど、うん。 あの人、アルビレディスのさ、なんか、スポン、スポンサーみたいな、な、オフィシャルスポンサーだとかなのか、なってるね。うん。僕もね、ちょっと、それを越したいね。うん。アルビのトップチームのやっぱ分析官にね、ちょっと、任命されたいから、ま、こういう動画をね、やってるんだけど。うん。で、そのね、あ、な待って、何の話してたっけうん。何の話してた俺。何の話してたっけちょっと待って、忘れたから、あの、言うんだけど。 あ、そうだ、その動画見てんじゃねえのかって話だね。うん、そう、その2列目はマジで良かった。あの、前半の20分くらいまでは。うん。めちゃくちゃ機能してたし、まあ、やっぱ、ボランチをね、秋山と宮本にしたっていうのもすごく、あの、大きな利点かなと思ったし、まあ、栄太郎もね、あの、今日は早,早く変わったけど、うん。前への意識、裏への意識っていうのはすごく高い選手だし、まあ、一つね、ちょっとそこシュート打てよっていうシーンもあったし、うん、さっきも言ったんだけど、宮沢のス,スーパーブロックでね、 ちょっとゴールできなかった。シーンもあったりしてうん。そこはちょっと残念だなっていうのはあのー、思ったね。でも、まあ、でも英太郎ね。あのー。ま、あ確かにちょっとうん。試してる期間が長いからうん。そろそろダニーロスタメンで英太郎ベンチでもいいのかな？とか思ったりもしたんだけど、うん？やっぱ裏への意識は高いし、その一人抜いた後のあのー、結構盛り上がり方っていうのは僕結構好きだからうん。 だからちょっと、早くゴールをね、取っと、結果を出してほしいね、そろそろ。うん。で、あと、長谷川も時すごく良かったね。うん。まあ、ポジショニングだったり、もう技術ももちろんある選手。で、創造性もすごく豊かだったから。うん。結構いろいろ空中、あのー、ね、空間のパス使ったり。うん。で、一枚剥がして、 そっち出すのみたいな、うん、<laughs> 感じのもあったし、長谷川ときはめちゃくちゃ見てて面白い選手だなっていうのはやっぱり思ったね。全然これからスタメンで使えよっていう。なんで今まで全然スタメンで使ってこなかったのっていうレベルの選手だったね。うん。で、あとコミ。 コミはその後半はね、その制裁を書いたシーンは、えー、まあまああったんだけど、前半すごく、良、えー、かったね。うん、もう何度も何度も、ねババのね、U23 代表落ちた、落ちた同士で、あのー、バトルし合ってね。うん。何回ドリブルで抜いたかなうん、結構ドリブルの回数的に、えー、コミックよ結構多かったと思うんだけど、うん。やっぱ、なんだろうね、そのプロ成り立て1、1年目、2年目ぐらいの時のさ、あのー、ちょっと、 不器用さっていうのが、コミはだん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 なくなってきて、結構器用な選手になりつつあって、今発展途上だと思うんだけど、うん。今後すごく面白い選手になるよね、これ。やっぱね、俺シーズン前にね、 コミオータ、今シーズン一番期待してるっていうのは、これ当たってるんじゃないかなっていうのはね、あの、個人的に感じてるね。うん。で、このね、松田英太郎、ハ川ガーモコミオータ、ここのね、2列目っていうのはすごく、前半20分までは面白かったね。うん。あやっぱボランチはね、秋山、宮本で固定でいいんじゃないかな。うん。まあ、秋山もちろんね、あの、ミドル。うん、痺れるミドルだったね、あれは。<laughs> あれはすごかったね。うん。でもやっぱこの2人はね、その前の意識っていうのはすごく、えー、高い。 選手だなっていうのは感じたし。宮本はやっぱいいね。うん。だと今日ね、早川、早川だったんだよ。あの、堀米がね、怪我してて、早川は左サイドバックで結構不安視されてたんだけど、後半はね、ちょっと制裁核心だったりはあったりしたんだけど、まあでも、最低限の守備っていうのは、あの、こなしてたんじゃないかなっていうのは思ったんで。近藤に1対1でそこまで抜かれてないと思うんだよね。うん、早川。だから思ったよりも早川やれてるなって思ったし、 あの、170センチぐらいしか身長ないのに、結構空中戦強いんだよ、早川って。うん。だから早川見切らなかった理由っていうのは、なんか、試合見てるとなんとなくわかるよね。うん。なんで早川はなリータ使えよっていう意見はね、僕も思うし、その後半途中ぐらいからリータ出しても、早川変えてリータ出してもいいかなとは思ったんだけど、まだそこまでね、あの、悪い選手で、あの、早川全然悪い選手はないねっていうのは、あの、思った。うん。結構、 俺、俺が監督でもベンチにはいてほしい存在だね。うん。は、まあ、スピードとかね、そのフィジカルだったりは、あの、な、あの、正直そこまで高くないし、あの、 攻撃時のね、そのプレイ選択っていうのもそこまで良くはないんだけど、うん、攻撃の関わり方っていうのもそこまで良くないんだけど、やっぱり守備の時のね、あの、まあ、予測、予測がいいんだろうね。正直そんなスピードないのに、あそこまでついていけるっていうのは、あの、予測だろうし、空中戦もね、身長高くないのに勝てるっていうのは、これもま、予測だったりするだろう。あ、まあ、ジャンプ力ってのもあると思うけどね。うん、だから早くはすごく、えー、個人的には良かったね。で、小島 小島ね、今日ビッグセブンもあったね。うん。あ,あのゴールはしょうがないとしても、大森信号のね、あのシュートとかも、えー、止めてたし、小島安定にチームを救ってたね。あとやっぱね、 フォワードだね。フォワードが、谷口今日全然収まらなかったから、まあ、鈴木浩二小野雄二どっちもね、復帰間近っていうのは、あの、情報出てるから、うん、ちょっとその二人を早く見たいね。うん、ということで言わせていただきましたと、えー、いうことで、まあ皆さんもね、なんか思うことあったらお願いします。次、次節はね、ルバンを挟んで、ルバンの岩木 FC 戦を挟んで、えー、来週の土曜日ね、京都さんが FC 戦ということで、次も、次もじゃね次こそ勝ちましょう。じゃあ、カットでした。